会場となったハギア入りに教会第一コンスタンティノポリス公会議は、381年に、コンスタンティノポリスで行われた2回目のキリスト教の公会議。325年に行われた第一ニカイア公会議は、ニカイア信条を採択し、アリウスの波紋とアリウス派の否定を持って終わった。しかし、これによっても、アリウス派の問題は決着せず、 政治問題も含めて、より複雑化していた。これを解決するため、再び公会議が行われた。主催者となったのは、時のローマ皇帝テオドシウス一世である。コンスタンティノポリスは、伝統的にアリウス派への賛同者が多い土地であったが、カイア新城の支持者であった皇帝は、信頼していたナジアンゾスのグレゴリオスと共に会議を、主導した。参加者は150名ほどですべてが、 東方地域からの参加者であった。会議では最終的にニカイア信条を修正し、精霊についての一文を付加するなど拡充したニカイアコンスタンティノポリス信条を採択し、アリウス派、サベリウス主義、アポリナリオス主義及びホモユジオス主義者という言葉を支持した人々の排斥を決定した。ありがとうございます。